はい、皆さんこんにちは、車ことです。これから静岡まで往復300キロ走ってですね、行ってまいります。せっかく300キロ走るのでセルシオの燃費を計測していきたいというところで、実際ですね、10モードの燃費というのが 7.1 キロリッターですね、という数値が当時のカタログデータには出ておるので、これから満タン法でですね計測していきたいと思いますので、ほとんど高速走行になると思うんですけれども、実際高速の走行でこの初代10セルシオがどれだけの燃費を引き出せるというところをですね、ご覧いただければと思います。それではまず給油していきます。皆さん、ちなみにガソリン入れる際、この昭和シェル石油、今出光ですね、このシェルパスというアプリ、ぜひこのアプリね、使ってみていただきたいんですけれども、当然無料でアプリのインストールはできまして、登録していくとですね、近隣の出光 SS のですね、自分の近くの店舗を登録すると、クーポン届きます。このクーポンというのが燃料割引となりまして、まあ必ずガソリンが安くなる。クーポンというのが飛んできますので、ぜひ燃料を入れる、我々みたいにですね、めちゃくちゃ燃費の悪い車のオーナーの方はですね、かなり使える紙アプリなのかなというところで思っております。お持ちでないかアプリクーポンをご利用になりますか。ここでアプリクーポンというのが使えます。電気も入ってますので、さらに2円になりますね。ボタンを押してください。今満タン給油終わったのでトリックをリセットいきます。今実際高速走行で このような形で、まあ、大体78キロぐらいかな。回転数は1800ぐらい、一番当時燃費がいいと言われている回転数ですかね、80キロぐらいでですね、このまま静岡の方まで走行してどれだけの燃費が出るかというところを検証していきたいと思いますので、ご覧ください。これからスタンド行ってですね、給油していきたいと思います。給油してきました。 21.45 もう 21.45 リッター使って出発したら目的地にかかりました。まあ、何より驚きが、ガソリンの値段意識しなかったんですけどね、排油が170円、静岡店高いなぁ、ほんとね。じゃあ実際行きの燃費をですね、計算してみたいと思います。実燃費の方法ですね、行きたいと思います。皆さん何キロぐらいだと思いますか。高速走行の、28年前のセルシオでございます。じゃあ実際ですね、出発地から目的地までの距離が、先ほどトリップメーターを見たところ205キロでございましたので、105割る 21.45 と 9.55 というような、実燃費が叩き出されました。まあ、これがいいのか悪いのかというところですけど、僕個人的には思ったよりいいなというような結果でございました。普段街乗りしてて燃費測ってないですけども、この年式の車ってね、瞬間燃費だとか燃費出ないので意識してないんですけれども、街乗りの給油の感覚でいうと、おそらく死後リッター死後かなというところで思っておりましたので、高速走行で言うと、それこそカタログ値でさっきのね、10モードというところのカタログ値の 7.1、まあ、7.8 かなと思ったんですが、9.55 というところで、まあいい実績、この時代の車にしてはですね、出たのかなと思います。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。チャンネル登録と動画見てよろしければですね、グッドマーク、ぜひよろしくお願いいたします。それでは。